です。空手日本代表の多田野彩香です。鈴木稲穂です。今日は上段蹴りやりたい人のための蹴り、試合で使えるやつやりますね。ちょっと見ておいてください。上段蹴り決めたいなって思うんだけど、上段蹴りばっかりこうやって蹴ってたら、まあバレるよね。まあバレる。だってこっちが動くし、大きくなるじゃん。で、前の足より後ろの足の方がバレるじゃん。ってなると、さてどうしますか皆さん。って考えた時に、この足、ここじゃなくて、ここ蹴るふりして、裏回しとかにすると、逆に蹴りやすくなったりするのね。入りやすくなったりする。で、だけど、こっちの上段蹴りが決めたい。って人には、まず、裏回しっていうか、下、下段。下段を見せます。下段蹴り。下段蹴りないんだけど、でも相手に当たらない位置で、下段蹴り下を見せてから、上に蹴ると、これ意外とさ、怖いんだよね。蹴られなくても、なんか反応しちゃうから、動くもん。おってなるじゃん。パンみたいな、うん、あるよねおーってなるそれやられると結構嫌だから、それみんなにねちょっと練習してもらいたいんですけど、でその蹴る場合はもうね届かせない。1本目は1本目あんまり近くに行っちゃうともうここでやられるから、そこの距離感だけ考えてください。で届かせないで足ポンって、足ポン出す、こっから蹴る。股関節がちょっと柔らかっうん、方がいいのかな、やりやすいと思います。股関節が硬いとここからポンって動きづらいなって思うので、下上っていうのが、まずは一人でやるときにこの下上下上ってこういう練習をして、それから動きながら下上、この練習をするようにしてください。そしたらね、技のバリエーションが増えるので、すごくフェイントってやっぱ大事だなと思うよね。数あった方がね、正面からこうパンって一本で正直、そう正直にね正直に行くのもありだけど、出すと見せかけて、例えば中上とかも、うん、中段打つと見せかけて上段とか、そういうちょっと小技を入れるともっと試合が面白くなるかもね。駆け引きが、うん、そうで、意外と簡単に決まっちゃったりするから、うん、こっちやると、なんか怖いけど最初は。最初使うの怖いじゃん、なんか。この瞬間に入られたらなとか思うんだけど、でも遠かったら、なんか相手もそんな無理に入ってこないし、あとは手を押さえといて、で、足、ポンって蹴れば、そんな怖いことはない。ね、入りたくないじゃん。だから、入らないで逃げるか、って感じ。ちょっと後ろに下がるか。グッていって、足。やるとか、そういうちょっとした体の動きが相手に伝わっていくと思うので、これも擦り込みだね。中上じゃない、下段上段の足の動きちゃんとできるように擦り込んでいくと、試合でも使えるようになるかなって思います。だからまずは一人で下段上段これができるようになること。次は、フットワークをしながら下段上段戻る、下段上段で、最後に相手を立てて、ちゃんと下段上段っていう段階を踏んでいってもらえるといいかなって思います。フェイントの上段蹴りをやりました。試合で使ってください。では今日の動画が良かったと思う方は、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。バイバーイ。